連休前半の5月2日、今年も桜ウォークが開催されました。ウォークにはおよそ700人が参加。河川敷や地域の歴史ある城跡、観音様などを巡り、自然を満喫しました。休憩所では心のこもった地域の郷土食や甘酒などが振る舞われ、参加者をもてなしました。そば団子とアスパラの漬物です。参加された皆さんは、もてなしが最高ですとウォークの疲れを癒していました。田島ケーブルテレビではウォークの様子を地上のほか、マルチコプターで上空からも撮影しました。今年は桜はほとんど終わってしまいました。おくらり交流館の前では数本の桜が少し咲いていました。今年も町内のほか、白川やいわき、福島方面から多くの皆さんが参加していました。いろいろですね、郡山、会津、おもてなしが嬉しく、昨年に続き参加された皆さん。最初から結構ずーっと行ってますね。じゃあ、なんか味噌で、あれ、あとあるわ、あと味噌汁と、とにかく町の中の屋台、屋台とかも、もうちょこちょこ食べちゃうんでね、ニシンとか、いいですね。町内の婦人会の皆さん、トレッキングのグループの皆さん、バレエなど同じサークルの皆さん、皆さん仲間と一緒に参加です。今年は第4回目ということですね。おもてなしの方は昨年同様しっかり準備しておりますので、ぜひこの1日お楽しみくださいませようお願いします。主催者挨拶といたしまして、ですから今日の名前はですね、私独自に言いますと、南山の桜ではなくて木に、木々と歴史巡りウォークで一つ皆さん今日一日堪能していただければなと思っております。はじめに南会津町町長大谷宗吉様、よろしくお願いいたします。去年も大変大勢の皆さん方に参加していただきました。今ほど実行委員長の方からお話ありましたけれども、桜の花が散ってしまいましたね。後ろ葉桜になってますですけども、今日は大勢の皆さん方の笑顔と元気で葉桜に花を咲かせてください。ご紹介いただきました南会津地方振興局長の久保木と申します。桜だけではなく、姫さゆりというお話もありましたが、その他水芭蕉や日光キスゲ、あるいはカタクリとか山開きがこれから次々と予定されております。どうぞこれを契機にですね、幾度となく南会津においでいただきまして、南会津の大自然を満喫していただければありがたいなと思っております。衆議院議員の関係一郎でございます。それから桜ですね、歴史巡りウォークで、桜っていうのは散っちゃったけど、だけどウォーキングには素晴らしい天気ですね。北方若松間今年開通なんですね。で、若松田島間が工事が着手してますから、早く道路を作って、さらに南会津町が発展して、周りからね交流ができるような素晴らしい自然がありますから、私は全力で応援してまいります。ラジオ体操の後、いよいよスタート。コースは8キロと15キロ。
どこ小ですか？荒川です。あ、何年生？6年です。はい、頑張って行きます。10歳、10歳、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。愛してるんだね。イエーイ。はじめ、大川沿いに河川敷を歩きます。桜の代わりに新緑が出迎えてくれました。はい、あ、ウォークです。はい、ウォークです。頑張ってください。教室の前で走る。どうも。まあ、少し。はい、早いですね。どうも。お疲れ様です。もっと耳かよ。こんにちは。どうも。おはようございます。これからですね。はい、そこ水の休憩所です。お疲れ様です。水よかったらどうぞ。お二人で、はい、15キロのコース、永田33観音や弁天山がコースに入ります。桜は葉桜でしたが、緑がとても気持ちいいです。お友達、親子？ん？あ、親子。どっちだ。皆さんツアーですか？え？ツアー？それじゃなくて、個人で、個人で、木垣で、木垣から来ました。ちょっとだけお話しします。気をつけて。33観音前に着きました。地域の皆さんが案内です。